皆さんこんにちは、広報校長課の宇賀本与那城玲美です。お気づきの通り、今回はここ岩田小学校で撮影をしております。やってみたシリーズがあるっていうことですかね今回の豊橋直のラインナップはこちら。そう、宇賀本与那城玲美のやってみたシリーズと、最後に広報豊橋10月号の見どころを紹介します。では早速やってみたシリーズに移りたいと思うんですけど、何をやるのかな。それでは行ってきます。バイバイ。岩田小学校の体育館にやってきたデミ。今日は児童たちと鬼ごっこに挑戦します。準備運動を終えたら早速スタート。それでは宇賀本与那城玲美のやってみたシリーズやりたいと思います。イエーイ。一緒にやってくださる渡辺さんと岩田小学校の子どもたちです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お分かりの通りこっちのチームでやるんですけど、早速鬼ごっこやってもいいですか。鬼ごっこだからじゃんけんからかな。えっ、じゃんけんでしょ。鬼ごっこ違いますよ。えじゃんけんじゃないの。セーフティーゾーン。ちょっと先生教えてもらってもいいですか。はい、じゃあスポーツ鬼ごっこをやりたいと思いますので、スポーツ鬼ごっこ、はい、まずはちょっと分かれていただいて。分かれる、はい、そう、今回行う鬼ごっこはスポーツ鬼ごっこ。これは鬼ごっこ協会が開発したスポーツと遊びの良さを取り入れた新時代の鬼ごっこ。豊橋市内の小学生に人気のスポーツです。スポーツ鬼ごっこは時間内に相手エリアにある宝を多く獲得したチームの勝利。相手の宝を取りに行きながら自分のチームの宝を守ることが大切。センターラインを越えて敵陣に入り、相手にタッチされたら自分のチームの安全地帯に戻って再スタート。敵陣の安全地帯に入ると相手からタッチされません。チームワークや戦略が大切な、誰でも気軽に楽しむことができるスポーツです。早速デミも児童に混ざって挑戦です。赤チーム1点先制。点が入ったらすぐにスタート位置へ。児童たちのスピードになかなかついていけません。わー、僕が守りで、私守るわ、ここを。あの11番の子押されば、じゃあ1人で。あ、押さえに来て、押さえに来て。ここずっと囲んでいい。ここずっと囲んでいい。こうやって中に入ってたら、ずっとこうやってやってればいい。そう、中で絶対勝つぞ。飛び込んできた赤10番はタッチして阻止。しかし油断したデミの横を赤9番が通り抜けてポイントを奪います。一試合持ってないけどね一試合持ってないよ。赤チームの勢いが止まりません。なんとか1点返したい青チーム。センターライン付近にいた10番が相手の隙をついて初ポイント。しかし赤チームの勢いに押されてここでゲーム終了。やお疲れ。めっちゃかっこいいよ。みんなめっちゃかっこいいよ。レミ全然かっこいいから。レミちゃんどうでしたか。ちょっとめっちゃしんどい。
何としても勝ちたいデミ。次の対戦は大人チームで子供を倒そうっていう提案です。自信はある？ある。負けない、負けない。絶対勝つぞ。先生たちも気合い十分。いざ試合スタート。児童チーム先生、先生チームもすぐに1点返します。一進一退の攻防が続きます。僕は右、僕は右。果敢に攻め込むデニルスが かっこいいところを見せたいデニ。ここで動きます。見事初得点。さて結果は、5対4で子どもチームの勝利です。接戦でした。やってみたシリーズ、スポーツ鬼ごっこやりました。みんな楽しかったですよね。はい、先生たちも一緒にやってくれて、みんな早いね。あんだけよく走れるね、こんな汗だくで。糸端はスポーツ鬼ごっこをみんな頑張ってやってくれてるっていうことで、私もなんか大会に出ようかな。出れる？出れない。出れません。出れません。頑張ります。じゃあまた次、私やってみたシリーズがあるので、みんな見てね。いっぱい頑張るね。はい、はい、そんななんかあれでした。じゃあ続いては候補豊橋10月号の見どころを紹介します。候補豊橋10月号の特集ページは、豊橋で歩くを楽しもう。豊橋市が実施したアンケートでは、20代から50代の方の運動量が少ないという結果が出ており、理由として仕事や家事で忙しい、育児のためなどの声が挙げられます。今回の特集ページでは、日々の工夫で無理なく歩くことができ、さらに楽しみながら運動する方法をご紹介します。歩くを楽しむための必須アイテムの一つが健康マイレージアプリです。このアプリは万歩計の機能を使い、日々の歩数や体重などを記録して健康管理をすることができます。皆さんも広報豊橋10月号の特集ページを見て、豊橋で歩くことを楽しみましょう。続いてのお知らせです。11月9日土曜日午前9時から、豊橋市役所市民広場や公会堂、豊橋公園を会場に、ゴミゼロの街環境フェスタが開催されます。当日は間伐材を使った木工教室やリサイクル自転車の抽選会などが予定されています。詳しくはホームページをご確認ください。さて今回の豊橋ナウはいかがでしたか。来週もお楽しみに。バイバイ。続いては街角ネット田原です。バイバイ。